ただいまより3年生合同舞台を開演いたします。繰り返します。ただいまより3年生合同舞台を開演いたします。ネイト、ステイナイト。そう、あなたが私のマスターか。最後に一つだけ伝えないと。シロ、あなたは愛している。青春やな。ん？ついさっきや。いやー、それにしても自分意外とやるな。とぼけんなって。キスや、キスで柔らかかったか。おもろないな。なんでせへんかったんや。まあ自分にも選ぶ権利あるしな。泉はあかんかったか。けど泉の親父さんはむっちゃ怒っとったらしいで。
そうや、娘の純潔が奪われたって大騒ぎやったとかなんとか。いやいや気にせんでって、泉の親父さん結構変わりもんらしいし。うちもよくは知らんけど。子供の頃に泉をカゴに乗せて本気で空を飛ぼうとしてたとかいう話は聞いたな。あの娘にしてあの親ありって感じやと思うで。おお、やっとやな。遅ればせの開会式や。なんや、まだ寝ぼけとんのか。せやったら教室戻ろうか。ぶっちゃけ人手が足りひんねん。こんなとこで休んでのうてキリキリ働かんかい。うっさい。ほらとっとと行くで。早くしないと遅刻するわよ。同じく司会の宮川日陰だよ。さーて本日最初の話題は、何これ、ややこしいんだけど。お姉ちゃん、私帰っていい？ダメよ日陰ちゃん、司会が逃げたら番組が進まないわよ。さっきのわけわかんないわ。それに楽しくなさそう。でもないぞ。人は理解できないものを意味嫌い、その反対に好意を抱く。そうおっしゃられたのは本日のゲスト桜間先生です。よろしくな。さて話を始めさせてもらおうか。
時間とは何か、それが何であるかは定かではない。しかし面であろうが点であろうが、はたまた一連の断続した流れであろうが全く関係ない。なぜなら時間はそこにある、そしてありもする、つまり存在にしてたん。この区分をどうするか、それが本日の命題だ。ここまでは分かったな。話が続けられないぞ。すみません、すぐやめさせますから。ヒカゲちゃん、やめて、お願いだから。ああ、その椅子をどうするの。ヒグマ。そう、まだなのね。いいえ、まだまだまだ時間はかかるから待ちましょう。時間はあるから、悲しいくらいに。